もしあなたが再び18歳だったら人生で何を変えると思いますか？18歳だったら、でも別にデビューしたことは後悔はしてないから多分デビューはすると思う。ただなんだろう、2012年の時点では YouTube はないからなかった気がするから、ニコ動始めるかも。先に配信者として先に始めてるかも。毎月何に一番お金を使ってますか？ゲーム、うん、新しいゲーム買ったりもするし、まあ、課金は最近抑えてますけど、ゲームですかね。動画投稿増えそう？まあこっちも増えるんじゃない？ゲームチャンネルの方は多分ね、ライブの方が増えるかも。編集大変。性格はいい方ですか？中では分かんないけど、よくはないんじゃない？小学生みたいな格好してやってる時どういう気分ですか？恥じらいはあるんだよね。多分みんな恥じらいないと思ってるでしょ。恥じらいあるから。ガンプラ好きですか？あのね、作ってる時無心になれるっていう点では好き。ただやっぱこう凝り性だから、そのなんだろう、自分が思うようにうまくできなかった時はすごい悲しい気持ちになる。外見内面問わず自分のこういうとこ好きだなと思うところはどこですか？こういうところ、こういうところ、ラーメン白米ができること。なんかね、男の人からしたらいいよって言われる。まあ姉ちゃんってみんなお喜び、一緒に食えるじゃんっつって。あと食べるのが早い、あと買い物も早い。今の推しは誰ですか？え、昨日プロレス行ったんですよ。昨日ね、そう、最近あの男の人へのときめきをプロレスラーで感じ始めてます。誰とはちょっと具体的には控えておきますけど、プロレスラーにときめきを感じてます。30手前の冬。好きな異性のタイプを教えてください。ルックス、性格、ヘアスタイル、服装など。性格は、これもずっと言ってるけど、ルパン三世とかサイバリョーみたいな女性に対してこうだらしなく見えるけど実は一途みたいな、でも仕事もちゃんとやるっていう人。見た目は特にこだわりないかも。指輪のサイズはいくつですか？怖い。指輪しないから分かんないんだよね。でもなんか自分指太いっぽくて、だからあの基本的に調整できるさ、リングあるじゃん、こうなんかカポってするやつ、こうカポって、それしかやらないです。だからサイズ分からん、測りに行かないとな。モンスト動画もっと投稿してください。いや、あの撮影はしてるんだけどボツになってるのがたくさんあるので、それでもよければ。だけどまあなんかで、ね、編集するのが辛い。自炊してるかい？してんのよ、してる。だからね、ツイッターじゃない X にたまに載せてるけど、めっちゃ美味しそうって言われるし、めっちゃ美味しかった、この間のピーマン。変顔してください。最近ハマってることは？プロレス鑑賞。ちょっと辛いなとか寂しいなとかネガティブ思考の時の阿部ちゃんの乗り越え方を教えてください。好きなことをする。
からなんかもうその瞬間何かやってる時はそのことを考えなくて済むように時間を使うかも。だからうちだったらゲームなんだけど、ゲームしてる間ってその嫌なこととか忘れられるんよ。だからそういうことをやってこう気持ちをリセットしてからそのことをもう一回考え直してっていう、なんだろう、負のまんま考えないようにはしてます。一生それだけしか食べられない。阿部ちゃんの回答はラーメン。アメリカを訪れたことがありますか？もしそうならこの国の一番好きなところは何ですか？そうでないならそうしますか？アメリカはね、そう行ったことないのよ。行きたいのよ。ハワイ行ったの？ない、うん、から行きたいけど、なんかやっぱねニューヨークとか行きたいよね。やっぱりあの何タイムズスクエアとか見てみたい。だからあの大通りを見てみたいなっていうので君は行ってみたい。最近の趣味は何ですか？プロレス鑑賞、ダーツ、ゲーム。変わんねえな。アジの開きと足の開きだとどちらがお好きですか？アジの開き。アジの開き違うわ。今注目されている女優さんいらっしゃいますか？またアイドルでも。いやね、もともと私見ないんですよ、そういうビデオ。もともと見てなかったんですよ、うん、だから今の流行りとかも分かんなくて申し訳ないですけど、ただなんか進歩大変そうだなってぐらいでしか思ってなくて、同じ事務所の子たちは応援してますよ、うん、ぐらいかしら。日本人の妻を見つけたいのですが、どこで見つけられますか？わかんない。あなたが日本に住んでるのか海外に住んでるのかわかんないけど、日本だったらとりあえずハブ行っとけばいいんじゃない？わかんないけど、ハブってなんか海外の方も多いし、日本人もなんだかんだいっぱいいるから、だからそういう飲み屋さん、立ち飲みとかスタンディングハブだね。じゃないかな。海外だったらどこなんだろうね。日本料理屋さんとか居酒屋。海外アメリカとかなったら多分日本料理屋さんとか行ったらいいんじゃないかな。Tinder だね。熊本来たことありますか？行ったよ熊本ね。それこそ何年前、2010何年、震災直後。直後か。直後に行きました、イベントで。そうだね、そうだ、そう、城がね復興になればっていう気持ちもあったけど、でもやっぱりね、イベントでその店舗さんも応援したかったし、そのね、こっちが落ち込んでね、この行かないですってなるのも違うから、熊本イベント行きましたし、温泉も。フィリピンに行ったことがありますか？そうでない場合は訪問してみませんか？行きたいよ。だから海外旅行全然行ったことないから、いろんなところ行ってみたいですね。ご飯食べて、まあ、確かに飛行機は苦手です。ぶっちゃけ今は下向け生やしてますか？ナイツ。みそじ突入を記念して今年はどの町でリコーダーを弾いて歩きますか？ゴジラさん。大人の町ってどこ？ザギンじゃない？ザギンか。いや怒られそう、ザギンでやったら。ちょっとなんか みそじにふさわしい町募集してます。むしろ赤羽だと仲間つくる。確かに。はい、悪くないね。高知に来てください、お願いします。しこねえ、行き、そう一回ね、そう行けるみたいな、そのイベントどうですかってなったんだけど、それもコロナの前かで、そのまあ規制みたいになっちゃってなくなっちゃったんですよね。だからそう行ってないっちゃ行ってないのか。行きてーす、呼んでくれ。最近来てて楽しいですか？僕は楽しくないです。なんで？なんでだろう。楽しいことを見つけるしか
ない気がするけど、まあでも誰しもへこむ時期はあるけど、こうへこんだからこそこう上がっていくというか、こっちか、こう今こうジャンプしてるところだから頑張ったらいい。女優時代に彼氏っていたんですか？ノーコメント。その何、引退してる間とかあったじゃん、その時はいたよ。それでその復活したのも別れたからだし、引退し1回の引退したのもその当時の彼だったから、そういうのはまああるはあるよ。最近やってる？何がこの今やってね。今一番したいことは何ですか？やりたい。いやもう順番的にそうなるよね。でも今のタイミング、その選ぶ順番悪いっす。それは名古屋から今日の私会参加する予定でした。雪のため断念しました。ありがとう。雪降ってる。あ、場所によるか。なんで昨日と、うん、一昨日とかすごい天気悪かったですもんね。確かあのサイン書いてお渡しします。今それをねずっと書いてるんだけど全然喋ってて進んでない。お待ちください。可愛いおでこで好きです。ありがとうございます。ラストかな。復帰はしないのかな。しません。絶対しません。ありえません。ただ映画では脱いでます。見てね。以上。はい、急なコメント質問いただきありがとうございました。ほんとよ。ちょっと待って、今いいとこ。やばい、こんだけ喋ってんのにさ、ちょっと全然頭回んなかったせいで4枚しか書けてね。はい、まあ改めてちょっと全然自分なんて答えたか分かんないんで、ちょっと心配は心配なんですけど、あのね、当日にもかかわらずたくさん質問ありがとうございました。まあ、今後もまたね、多分急な、今回ね書けなかったって人もいると思うので、またやりたいなと思いますので、その時までお待ちいただければなと。そういう時はあの通知オンにしていただければ、チャンネル登録とね通知オンしていただければなと思いますし、今後ねちょっとね、まあ、今日も結構いろいろ話は出たんですけど、そのセクシー業界の話、その新年一発目の動画でも言ったんだけど、あるある的なねやつをね、今度ね事務所のことねどうかなっていう話になってるんで、現役の女優さんとお話しようかなって思ってるんで、まあ、よかったらそちらも楽しみに、チャンネル登録通知オンでお待ちいただければなと思います。あとは X 見てください。あの新曲、新曲っつっても、あの撮ったのも1年半前ぐらいなんですけど、各種サブスクで聴けるようになってます。クローバー、多分リンク貼るのかな、概要欄に貼ってあると思いますので、よかったらチェックしてみてください。実は歌ってます。ということで以上、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。以上、阿部美加子でした。バイバイ。ほい、全然進まなかった。